こんにちは、こんばんは、つとむにきです。今回は以前の動画で言ってた電子工作動画になるよ。いつもみたいに変形する機構だとか複雑なことはしないでどシンプルに作ろう、そういう企画ということで、こちらのザクヘッドを作りました。もちろん動いて光るよ。今回は無料の CAD を使用して 3D プリントは外注して、高価な機材がなくても作れるようにしてみたよ。シャーザク仕様のザクヘッドも作ってみました。今回はモデリングもできるように概要欄にフュージョン360でモデリングした動画を置いてます。興味ある人はぜひ作ってみてください。作った報告もらったら泣いて喜びます。それでは早速やっていきましょう。最終目標は先ほどもお見せしたこちらになります。まずはカメラアイの光ったり動いたりする制御部分を作っていくよ。まずこれを作るにあたってアルディーノとちょっとした電子部品が必要になるよ。初めての人はこういうキットを買うといいです。用意するものはこれ。アルディーノ、ジャンパー線、LED、330オームの抵抗、スイッチ、サーボモーター、ブレッドボードです。回路を実装するよ。完成形はこれ。アルディーノの5ボルトに赤色の線を、グランドに黒か白の線を差し込みます。ブレッドボードには今差した2本の線をそれぞれ赤と黒い線が書かれた部分に接続するよ。こんな感じ。アルディーノの10番ピンにジャンパー線を差し、もう一方をブレッドボードに差します。LED を設置するよ。LED には向きがあるので気をつけてね。先ほどジャンパー線を刺した穴と同じ列に LED の足が長い方を刺します。短い方は隣の穴に刺しておきましょう。330オームの抵抗を刺します。抵抗の足の片側を LED の足が短い方と同じ列に刺します。抵抗の足のもう一方はグランドにつなぎましょう。グランドっていうのは今回の場合は黒い線が引かれているところのことだよ。スイッチを取り付けます。こんな感じに中心の凹みをまたぐように取り付けるよ。これもスイッチの設置場所は適当です。アルディーノの2番ピン、3番ピン、4番ピンにそれぞれジャンパー線を差し込むよ。色は何でもいいよ。先ほどアルディーノに差した線をそれぞれスイッチの足の片側と同じ列に差していきます。スイッチのもう片方の足にはグランドを接続します。3つのスイッチ全部にやるよ。これでスイッチの実装は完了だよ。サーボモーターを接続するよ。サーボモーターから出ている端子にジャンパー線を刺します。端子に刺さっている電線の色とジャンパー線の色を合わせておくとわかりやすいよ。ちなみにサーボモーターとかジャンパー線についてる端子は QI 端子っていうよ。今繋いでいる線は上からグランド、5V、信号線です。端子に刺した 5V とグランドをブレッドボードの 5V とグランドにつなげるよ。こんな感じ。最後に信号線をアルディーノの9番ピンに差し込みます。これで回路の実装は終わり。プログラムはこんな感じ。言い忘れてましたが、プログラムはアルディーノ IDE というソフトに書いてるよ。プログラムの動作はざっくりとスイッチ A と B でサーボモーターを回転させてスイッチ C で LED のオンオフをする感じです。固定コメにそのまま書いているのでコピペして使ってどうぞ。ちなみにこのプログラムは AI 様に書いてもらったよ。動作確認をしてみましょう。アルディーノと PC を接続し、プログラムを書き込みます。まずスイッチ C から押すよ。スイッチ C を押すと LED が点灯、もう一回押すと消灯します。ちなみにカメラ愛用なのでピンク LED を使ってるよ。次にスイッチ AB を押します。スイッチ A を押したら10度ずつ晴天、B を押すと10度ずつ逆転します。これで回路とプログラムの実装と動作確認ができました。これをザクの頭に組み込んでいくよ。その前に、外注した 3D プリント部品を用意します。豪華愛嬌。外注先は水魔女コンテナを作成依頼した時と同じ JLCPCB さんだよ。以前も思いましたが梱包がめっちゃ丁寧。はい、全部出しました。画面端で外注方法を載せておくので参考にしてね。
相変わらず自前の 3D プリンターで作りたくない形をしてる。表面もめっちゃ綺麗なので、もう全部 JLCPCB さんに丸投げして作ってもらいたい。連結した部品をバラすよ。塗装をするよ。表面処理に関してですが、そこまでこだわりがないなら何もしなくても大丈夫です。すでに JLCPCB さんの方でサポート材の跡は研磨されてます。感謝感激ひなあられって感じ。私はエアブラシを使用しますが、ザクカラーのスプレーなるものが販売されているらしいので、エアブラシを持ってないって方でもこれを使えばザクカラーにできるよ。ということで全部塗装してきました。毎度のことですが、特にこだわりはないのでバッサリカットしたよ。組み立てていくよ。カメラアイに LED を仕込むので、先ほどブレッドボードに実装した LED をハンダ付けしたりします。 LED の足に抵抗を直接ハンダ付けするよ。次に電線を抵抗と、もう一方の LED の足にハンダ付けします。電線の被覆を向くときはワイヤーストリッパーを使います。初心者の方はこういう電線系に左右されない、いわゆるオートストリッパーがおすすめだよ。ニッパーでも向けますが、こういうのは専用工具を使う方が早いし正確です。工具選び大事。ハンダ付けできました。このままでは線が露出していて危ないので、熱収縮チューブをつけます。なければビニールテープとかグルーガンでもいいよ。こんな感じ。次は端子を圧着するよ。LED に繋いでいる電線を先ほどと同じようにワイヤーストリッパーで被覆を向きます。で、圧着する端子なんですが、こちらの QI 端子を使うよ。圧着するよ。使用する工具はネジザウルスのメーカーの PA24 っていう製品です。電子工作でよく使う QI 端子や XH、PH コネクタあたりはこの製品で全部圧着できます。QI 端子とかいう割と特殊な端子が圧着できることが良いので、端子の圧着方法を詳しく説明してほしいですね。知らんけど、こういう端子の金属が電線の被覆にめり込んだ圧着は断線しやすく危険だよ。これが理想の圧着なので参考にしてね。 LED を仕込むよ。フレームの中心にある大きな穴に配線を通します。 LED がフレーム内の程よいところに来たら、グルーガンで固定します。こんな感じ。次に透明レジンで作ったカメラアイの蓋をかぶせるよ。これもグルーガンで固定します。できました。一応動作確認をしておくよ。いい感じの発光具合で良き。フレームにサーボホーンをはめてカメラアイは完成。このカメラアイを本体のフレームにつけるよ。こんな感じで配線を通します。サーボモーターをつけます。カメラアイをいい感じのところにして、この状態でサーボモーターをはめます。サーボモーターをネジ止めするよ。小さいけど案外強いので、ここはしっかりと固定しましょう。はい、ここで一度動作確認をします。電子工作においてこまめな動作確認は大事。問題ありませんね。外装につけるよ。内部のフレームの位置を合わせてはめます。ここちょっと設計ミスったので、私は瞬間接着剤で固定するよ。動力パイプの芯にはコルゲートチューブを使います。私は手元にコルゲートチューブがあって、見た目がそれっぽいので使用しますが、形が出るなら何でもいいよ。頭に接続します。ここから先は撮影できてなかったよ。ということで完成。動かすよ。目が点灯してカメラアイが左右に動きます。複雑な機構が作れなくても、こんな簡単に動くモビルスーツが作れるんですね。制御も複雑ではないので、アルディーノのチュートリアル的なプログラムや回路を一通りやれば簡単にできるレベルだと思います。あ、そうそう、今回は簡単に制作するためにスイッチでカメラアイの動作を実装しましたが、可変抵抗を使えばいい感じに動かせるよ。スターターキット的なものにも入ってるかと思います。こんな感じで可変抵抗のひねり具合に連動してカメラアイを動かせるよ。スイッチで実装できた人はぜひ挑戦してみてね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。初めての解説動画で不甲斐ないところは多々あると思いますが、視聴者様の制作の助けになればと思ってます。
この動画の次回作が出るかは視聴者様の反応を見て決めるよ。はい、というわけで良ければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で。さあムーネイル。